双子い62回目。さあ、今回でルルララ、最終話。お兄ちゃんのお世話。なんだそれ。お兄ちゃんのお世話か。あ、毎度おなじみ終業式か。相変わらず校長の話は長かったな。あ、だからルルララたちもこれから夏休みに入るわけだよね。遊びっぱなしだろうな、ルルララの夏休みなんて。そうだね、ひろちゃん、ゆら楽しみだな。ゆら転校して最初の夏休みだし、いいことがあるといいな。早かったな。なんかちょっと寂しいですね。これも毎回言ってるけど、このゲームの最終話って結構毎回綺麗に締めてくるからね。今回も結構期待してるんですけどもね。こらこら、ちょっと気が早いんじゃないの。はい、お姉ちゃん。桃井姉妹、今回結構何気に出てきましたよ。桃井姉妹との、桃井姉妹とひなぎく姉妹の、化学反応好きでしたね。ほら、みんなもはしゃぐのはホームルームが終わってからにしなさい。終業式は終わったけど、今日の日程が全部終わったわけじゃないんだからね。エナジードリンクを飲んで、これ最終話だしね、気合い入れて挑んでおりますよ。双子エナジーで頑張ります。よろしい。ではまず最初にお待ちかねの通知表を配ります。通知表って俺図工が一番良かったな。はいはい、そんなに喜ばないで。図工が一番順番に呼ぶから前まで取りに行くね。頭悪いやつの典型的な通知表ですよね。俺はもうほんと勉強もできなければ運動もできないっていうようなね。でもできるのは、まずは攻略するだけですよ。それしかできないですよ。通知表に双子の欄があったら5なんだろうけどね。あ、ルルララ学校だ。ララちゃん、通信簿どうだった？この2人成績どうなんすかね。ララの通信簿はね、こうだよ。ルルちゃんのは？ルーの通信簿はこれ。あれ、よくあんまりいい感じじゃないな、これ。成績が落ちちゃってんな。きっとね、ルルちゃん、こういう時は笑顔で見せちゃえばいいんだよ。なんだそれ。笑顔でごまかすってことか。そう、ララたちは悪いことしたって顔してるとかえって怒られるのよ。そっか、そうだね。納得しちゃった。ララたちが何でもないよって顔してればママも安心するよ。成績は悪いくせ、なんかすげえずる賢くなってきてんな。それにルルなら、お兄ちゃんを味方にしちゃえば大丈夫だよ。何、巻き込まれちゃった。そこに、それなら大丈夫だね。何その男を取り込みする。お兄ちゃんならママにも心配ないって言ってくれるよね。身につけたな、この二人。そうだよ、そういう意味じゃ成長したね、この二人もね。いいアイディア。いいアイディアかな。でも成績が悪くなったことには変わりないからね。怒られるよ。ただいまー。逆に。二人ともお帰り。今日は終業式だったわね。うん。うん。もう明日から夏休みだよ。ずーっとお家にいるよ。いやいや、出なさい。そんな引きこもりみたいなこと言わないの。そうね、お友達と遊びましょう。もう学校は休みね。お兄ちゃんも夏休みだよね。たくさん遊んでくれるといいな。遊びたいけどね。お兄ちゃん早く帰ってこないかな。お兄ちゃんももうすぐ帰ってくるわよ、はい、ところで通信簿もらったでしょ。どうだった？ね、ここなんですよね、問題はね。ブーこれ、ララはこれ、うん、あれ、みやりさん、ちょっと二人とも、あら、これはどうしたの？怒られちゃった。先生からもらってきたんだよ。あっけらかんとしてるな。いや、この態度逆にダメでしょ。うん、ママはね、二人の成績が下がってるって言いたいの。うんうん、大丈夫だよママ、次はちゃんと勉強するから。明るくしてる。うん、ルーも大丈夫、心配しないで。心配するわよ。二人とも夏休みのうちにみっちり勉強させるわよ。なんかリアルな親子の会話だな。うん、夏休みだから遊ぶことを
勉強するの。ダメなやつになっちゃってんな。そうそう、なんか遊ぶ勉強するんだよね、タラちゃん。遊ぶ勉強か。まあちょっと二人ともそんなこと言って、お兄ちゃんが帰ったらお兄ちゃんにも叱ってもらうから。お、叱りますよ。お兄ちゃんはそんなこと言わないもん。なんかあれ、ルルラお兄ちゃんと遊びに行く約束をするんだもん。夏休みにちょっと宮城さん困った、ね、お兄ちゃんとルーたちは毎日毎日一緒に遊ぶんだもん。はあ、まあまあ。ああ、ルルララが本格的にバカになってしまった。しまったぞ、双子バカだ。お兄ちゃん、これはもうおかえりなさい。はい、ただいま。おかえりなさい。ただいま帰りました。なんでそんな言い方なんだ。ねえねえ、お兄ちゃんももう夏休みでしょ。夏休み入りましたね。ララたちも明日から夏休みなんだよ。うん、お兄ちゃん、夏休みは毎日ルーたちと遊ぶんだよね。疲れそうだな。そうだね、でも僕もが用事がある日や宿題をしてるときはダメだよ。用事あるか、お前。それでいいよ。はあ、はーい、お兄ちゃんと遊べる。今から予定を立てましょう。うん、でも夏休みの予定立てるの楽しいんだよね。もう決めるの？夏休みはたっぷりあるから、そんなに急いで決めなくてもいいんじゃない？ダメ。あら、計画はきちんと立てないとダメなの。時間はあっという間に過ぎちゃうから。教訓にしたような言葉だな。そうだね、いろいろと引っ張り回されそうだ。遊園地、やっぱり混むんだろうな。ララは？ララはね、ララはお兄ちゃんとハネムーンに行く。ララちゃん、何言ってんの？ハネムーン？ああ、ルーもしたい。はあ、ルーもアバンチュールでハネムーンに行く。双子バカだ。双子バカになってる。夢見がち双子バカだ。ハネムーンなんて結婚もしてないぞ。ほら、ルルにララ。あ、みやびさん、お子ですよ。待ってるでしょ。それに、さっき約束したこと、もう忘れたの？うん、勉強させるっつってましたね。遊んでばかりいないで、夏休みはお兄ちゃんに勉強を見てもらうこと。わ、はい、かった？勉強できなくてもいいもん。そんなん言っちゃう？ルーたちに大切なのは、妻としての心遣いだよ。ララたちは旦那様へのきめ細やかな心遣いがちゃんとできてるから大丈夫。大丈夫じゃないよ。ねえ、旦那様。旦那様、いやいや、ちょっと。もっと勉強しないと本当のおバカになるわよ。そうだよ、みやびさん、二人の成績良くなかったんですか？そうなのよ、この夏休みにちょっとでも勉強してもらわないと。うん、ママの言う通り、遊びばっかりじゃなくて勉強もするからね。やっぱりあれだね、双子のおバカ枠はこの二人なんだね。そうだ。え、そうだ。私、明日から少しの間出かけないといけないの。そんなタイミングよく？うん、本当に？じゃあ二人きりじゃなくて三人きりになるわけ。旦那様がまだ修行中だから、ちょっと様子を見に行かないと。ああ、パパ、そうなんですか。そうなの。だからその間、二人のことを頼むわね。おお、夫婦水入らずで。ルル、ララ、ちょっとの間ママいないからね。お兄ちゃんに迷惑をかけちゃダメよ。ゆっくりしてきてほしいね。でも宮城さんにはね、疲れてるだろうからね。わかった。ルラララに姉妹ができちゃうぜ。大丈夫。ルーはちゃんとお兄ちゃんのお世話をするから。お世話をする。ママ。されるのか、こっちが。安心して出かけて大丈夫だよ。大丈夫かな。ちょっと不安だけど、明日からルルララと三人きり、この流れでクライマックスか。だからこれ、最終話は勉強させる、ルルララを真面目にさせようっていう話になるのかな。ルルララ成長期だな。
夏休み初日。じゃあ行ってきます。あ、みやびさん、あとはお願いね。はい、はい、ゆっくりしてきてください。お気をつけて。お兄ちゃんのお世話はララたちにちゃんとやるから大丈夫。逆な気がするんだけどな、お世話は。うん、ルーもちゃんとお世話するからね。これみやびさんいなくて大丈夫かな。大丈夫大丈夫大丈夫か。そうか、ママも心配しないでパパと夫婦水入らずしてね。まあまあでもそうね、そうそう、夫婦水入らずしてきてね。意味分かってんのかなこの二人。もうあなたたちは。そんなことはいいから、ルル、ララちゃんとお兄ちゃんの言うことを聞くのよ。ルルもララもお父さんには会いたいんだろうな。大丈夫だよ、ルルちゃんとお家の分担を決めたんだよ。分担、ご飯とお風呂とお掃除とお片付けと。不安しかないんだけど大丈夫これ。お兄ちゃん、毎朝ちゃんと起こしてあげるからね。ほう、それはルーの分担だよ。分担がそれぞれ順番でやることにしたじゃない。ほうほう。え、でもそんな長い期間いないの、みやびさん。何日ぐらいな、出かける。なんか心配だな。いや、そう、ほんとこっちも心配。この子たちのことできればみやびさんについていきたいんですけどね。ああ、はい、わかりました。ママ、いってらっしゃい。お土産買ってきてね。お土産、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ララのお土産は弟がいいな。意味わかって言ってんのか、お前、ほんとに。ララ、ララおませさん、こら。ああ、もう熱が出そう。みやびさんもね、久しぶりにお父さんに会うからちょっとね、おめかししてね。そうね、はい、それじゃあ水いらずで。ああ、とこれ頑張ってきて。緊急の連絡先だから、何か緊急の連絡先だってさ。うわー、なんかその一言はなんか嫌なフラグになりそうで怖えな。大丈夫か。それじゃ行ってきます。はい、ママ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。やっぱり心配そうな顔。僕もいろいろ心配だけど、はあ、あ、でももう夜になっちゃったよ。ごちそうさまでした。おそ松さまでした。カレーが山ほどあるからね、今ひなきくけには。うん、すごい料理だった。というか、あ、料理というか、お兄ちゃん、ララの作ったビーフストロガノフ美味しかった。作ったんだ。あ、美味しかったよ。あれビーフストロガノフだったのか。ルーの作った甘煮も美味しかったでしょ。この二人が手作りで作ったの確かに甘かったけど。お兄ちゃん、結構なめちゃくちゃなもんなんじゃないの。なんか汗かいてる。大丈夫だよ、ちょっと食べ過ぎただけ。子供の味覚って言ったりルルララは美味しそうに食べてた。甘いんだ。お兄ちゃん大丈夫。うん、大丈夫。それじゃあお兄ちゃん、うん、お風呂にする、それとももう寝る。ほうほう、お風呂にする、それとも双子にする。じゃあ風呂に入る。ひとまず汗を流そう。あれあれ、ちょっとこんなみやびさんがいない状態で、まあいてもそんな変わんないけど。お風呂なんて入っちゃって大丈夫かい。え、ほら来ちゃった、はい、これタオルね。ルル、ありがとう。てるる、なに、お兄ちゃん、僕お風呂入るんだから。一緒にお風呂入るの。そんな過ちが起こっちゃうぜ。ほら出て出て。あとでララと一緒に入りなさい。ちゃー、お風呂はルーの係なのに。お風呂係はちょっとね、お金を払わないといけないからね。もう子供たちは。あれ、でも二人とも変にありきってて普通でいいのにな。カラカラってなったよ。ひょっこりララちゃん、旦那様。入ってきちゃダメでしょ、すっぽんぽんだよこっち。自分でやるから遠慮しないで、だってこれは妻の役目ですもん。うん、あ、もう結婚ごっこみたいになっちゃって。いいから部屋で待ってなさい。ちもうみやびさん早く帰ってきてください。無法地帯だな、ルルララ無法地帯だな。ねえルルララ、なに、お兄ちゃん、
この布団は何？もちろん、ララたちも一緒に寝るの。おお、3人で川の字で寝るんだよ。あらあら、そんな幸せな空間がまた。まあこれぐらいならいいか。どこか凝ってるところはありませんか？お揉みします。旦那様、すごいな、これもう双子天国だな。相変わらず。そうなの。ははは、ニーズな気分だ。でもなんだかだるいな。お兄ちゃん疲れちゃってんじゃん。もうどうしたの？もう寝ちゃうの？うん、ごめん、寝るるらら、僕も寝るね。お腹の調子があまり良くない。やっぱり晩ご飯が、晩飯が問題だった、うん、お兄ちゃん変なもん食わされたからねごめんね、おやすみなさい。はあ、あれおかしいな、今回最終話なんだけど、なんか全く感動できる気配がないぞ大丈夫なのか、ルルララ。おはようございます。ん？なんだお腹が痛いというか気持ち悪い。え？ちょっと、お兄ちゃん、お兄ちゃん、え、お兄ちゃん死んじゃう。ララちゃん、お兄ちゃんが変だよお兄ちゃん死んじゃうんじゃないの、最終話でついにどうしよう、どうすればいいのかな。何、本格的に双子ウイルスに当てられたか。おいおい、大丈夫か、ルルララ。お兄ちゃん目が開いた、うん、お兄ちゃん汗びっしょりだよ。夏風邪？体熱いよ。というか昨日のあれか、昨日のご飯で食中毒みたいになってんじゃないの。お兄ちゃん、ごめん、もうちょっと静かに寝かせて。あー、ルルダラに心配かけさせちゃって。大丈夫だよ、ちょっと寝てれば。本当に死んじゃうじゃないのこれ大丈夫？もうだって天国の BGM がお兄ちゃんが天に召される BGM を流れてるもん。お兄ちゃん死んじゃう死んじゃう、お兄ちゃん死んじゃうな。なんかでもちょっと笑えるのは何だろう。お薬は、お薬はどれだろう。あ、お薬、いつもララたちが飲むお薬、もうないよ。真剣に必死になってなんとかしようとしてくれてるんだ、ルルたちが話してる。外に行く。外出ちゃ、大丈夫？ララちゃん、薬なんて買ってこれないでしょ、ルルララ。お医者さん探しに行ってくる。お医者さんつってもマヨネーちゃんとかチグラ動物病院行ってもしょうがないからねダメだ、行っちゃダメだ、声が出ない。ルルララ、ルルララ。おいおい、これどうなるの。あ、夜になっちゃった。あのままスーッと意識をなくしちゃって、僕は、そうだ、ルルララ、ルルララ、あれ、お兄ちゃん気がついたわよ、みやびさん。もう大丈夫よ。なんでみやびさん、あれ、ちょっと待ってね、ほら、お兄ちゃん帰ってきてくれたの。やっぱみやびさん、困った時のみやびさんだな。さあ安心しておやすみなさい。みやびさんが助かった。この人本当にいいお母さんだな。ああ、でもそれで一日が終わった。なんとか生存、生き延びた。あもう今までいろんな双子に手出したから天罰だよ。もうこれは。お兄ちゃん体調の方はどうでしょうか。あ、でも良くなった感じ。はあ、お兄ちゃんが起きた。ルルララ。あらあらあら、泣いちゃって。お兄ちゃん、ごめんなさい。ルルララ。みやびさんは。あ、いた。もう泣かないで。やっぱ帰ってきてくれたんだ。
ちょっとこれは来るな。なんか、二人が泣いてんのはちょっと来るな、なんか。みやびさん一体どうなってるんですか？そういえば昨日夢でみやびさんを見た気がする。よかった。よくなったみたいね。はあ。びっくりしたわ。この子たち、もう本当に泣きながら電話してくるんだから。そうなんだ。電話。お兄ちゃんが死んじゃうって。すごいこと言ってる。怖い電話だな。ルルたちのせいだって、ララたちのせいだって、代わり番号に。これ、宮城さんもビビっただろうな。もう泣きながら二人で話すものだから、何を言ってるのか全然わからなくて、うん。私も気ばっかり焦って、帰ってくるまで気が気じゃなかったわ。ああ。すんません、わざわざ。ちょっと帰ってきてもらっちゃって。いつ着いたんですか？ルルララにとっても、僕にとっても、地獄に仏、ほんと宮城さんはついに仏様になりました。少し前さすがです。この子たち、お兄ちゃんが病気だって連絡して、あの緊急の連絡先、あれが生きたのか。私その時パパに会ってたのよ、うん、そこから連絡船やタクシーを乗り継いで。本当悪かったですね。急いで帰ってきて、久しぶりにお父さんに会ってる時に。その間にこの子たちなりに一生懸命看病してたのね。膝小僧をこんなにして、何度も転んだのね。BGM とかすごいいいよね。お兄ちゃん、転びながら看病してくれたんだ。ララのお料理がいけなかったの。ルーのお料理もいけなかったの。やばい、なんか泣きそう。なんかこの子供の純粋なこの涙って来るな。全部するって言ったのに、何もできなかったの。ごめんなさい。いやいや、そんな謝らないで、もう泣かないで、僕はもう大丈夫だから。ちょっと来るな。同じことばっか言ってるけど、ルル、なんかこの二人の涙は来るわ。気持ちはわかるけど、病人を一人きりにしちゃダメよ。今度からはどっちかは残りなさいね。そうやっていろいろ学んでいくんだね。落ち着いてママにもっと早く電話すれば。お兄ちゃんにいろいろ無理させたり、わがまま言ったりしたんでしょ。もう宮城様。怒られても仕方ないわよね。今の言い方すごい良かったな。ごめんなさい。お兄ちゃんのことだけじゃなくて、パパとママがやっと会えたのにママを呼んだりして。あ、パパせっかくママに会えたのに。バラたち、お兄ちゃんの奥さん来るね。これしまった。これ俺泣いちゃうかもしんないな、これ。そんなことないよ。二人とも一生懸命頑張ってよ。いっぱい転んで僕のためにいろいろと頑張ったじゃないか。失格だなんて全然そんなことないよ。僕は二人のことが大好きだよ、ルルララ。部屋の前で何言ってんだよ。大丈夫だよ、嫌いになんてならないよ。もう泣いてばっかだな。お兄ちゃん、楽しだ。よし、夜までに元気になるから一緒に今晩の花火大会に行こう。本当に？ああ、花火大会今晩か。
そうだよ。だけどそれまではルルとララがしっかり看病してね。うん、毎度おなじみの花火大会。ほらもう泣かないで。それじゃあ笑顔が似合うから、もう二人に任せて大丈夫ね。ああ、みやびさん、いろいろとご迷惑をおかけて。別に謝ることはないわよ。ルル、ララ、これはパパからもらってきたお薬なの。ちょっと怪しい形をしてるけど、怪しい形そうだから、これを時間通りにお兄ちゃんに飲ませてね。え、何怪しい形の薬って。え、おいおい、やべえぞ。レクイエム・フォー・ドリームみたいになるんじゃねえだろうな。よし、うつエンドはやめてくれ。そのお経ならもう安心ね。うん、みやびさんありがとうございます。座薬じゃないよね。じゃあ私はパパが子供の双子に座薬入れてもらうプレイとか意味わかんないよ。あ、そうね、みやびさん、パパのとこ行ってください。ぜひ気をつけて行ってらっしゃい、ママ。うん、ぜひね、あのルルララの姉妹を作ってきてあげてください。はい、お兄ちゃん、なに？ルルとララも疲れただろう。僕はまた一眠りするから二人も休んだ方がいい。ダメなの？あら、ダメなの？ママと約束したの。ちゃんと看病するって。あ、けなげだね。ずっとついているって。そうか、わかったよ、お願いね。少し眠ったかな。もうかなり良くなった。ルルとララは寝ちゃってる。疲れたんだろうな。二人ともうどうどしてる。寝る子は育つっていうからね。たくさん寝てルルっぱいもララっぱいもね。その感動的なシーンでルル下ネタ言うのやめようか。あ、起きちゃった。ルルちゃん、寝ちゃダメだよ。いや、寝てていいよ。二人とももう大丈夫だから、部屋で寝たら疲れただろう。大丈夫。大丈夫か。安心してて、タラたちに任せてね。こうやって看病をして、やっぱり心配。ルルちゃん、今からは眠たくならないように二人で注意し合おうよ。うん、うん、ルーも賛成。いや、もう無理しなくていいですけどね。ルルちゃん、体操しようか。うん、体操。そうしよう。1、2、3、2、2、3、ルルもララも心からお兄ちゃんが好きなんだろうね。なんかこう、まだ幼いからいろいろ怪しいところもあるけど、あー寝ちゃった。これも立派な愛情ですよね。このまま休ませよう。あ、起きちゃった。ララちゃん、もう無理すんな、ルルララ。頑張ってくれてる。そうだ、お兄ちゃんの看病してたんだ。そうだ、ルーコーヒー入れてくる。すごーく苦いやつ。薬飲んでる時コーヒーがちょっと。うん、お願い。じゃあララはお兄ちゃんについてるから。うん、あ、眠い眠い、ララちゃん。眠そうだな。もう無理しなくていいのに。近い近い。ちょっとララちゃん、抜けがけて何ですか？お待たせ。あ、あ、ララちゃん寝てる。寝てる。ごめんね。いや、いいよ寝てて。なんかかわいそうだよ。ちょうどコーヒーも来たし、みんなで飲もう。この二人飲めない。コーヒー牛乳にしないと。寝てる。ルルちゃん。映っちゃったりしないかな。大丈夫。じゃあ寝たら風邪か何か分かんないけど、今度デコピンしてもいいことにしよう。デコピンか。分かった。子供の時はデコピン好きだったな。なんであんなにデコピンばっかやってたのかな。うん、
出ちゃった。デコピン効果なかったな。二人とも同時に寝てる。無理せず部屋に寝れば、部屋で寝ればいいのに。うん、あれでもう夜、ルルララは今何時、もう花火大会が始まる。でもなんかこの BGM 落ち着く。なんか安心するわ。それにしても二人はどこに行ったんだ。ん、いない、どこにもいない。外行っちゃった。そんなことはしない。みやみさんに注意されたし。ここにいる。あ、なになに、ひーちゃん、ひーちゃんだね。あら、もしかしてお着替え中でございました。ひーちゃんは部屋に戻ってて。そうだよね、花火大会の時は毎回これもおなじみの浴衣衣装っていうのはありますからね。今回も二人は浴衣着てくれるかな。お兄ちゃん。似合うね。あ、こういう色はいいな。似合う似合う。浴衣。うん、似合う。めちゃくちゃ似合いますね。すごく似合う。兄ちゃん、やっぱちょっとこう大人っぽく見えますね。大丈夫？うん、もう大丈夫。すっかり良くなった。あ、よかったよかった。私たちね、お兄ちゃんが良くなったらいつでも花火を見られるようにお支度してたんだよ。そうだったんだ。ルルもララもありがとう。良くなったのは二人のおかげだよ。頑張って看病してくれたからね。枕元の薬がなくなってる。寝てる時に何か飲まされたような気も。あ、じゃあ薬もちゃんと飲ましてくれた。お兄ちゃんがちゃんと治ったかどうかちゃんと看病調べます。できてんじゃん、すごいじゃん。お兄ちゃん、万歳して。なんで、恥ずかしいからいいよ。お兄ちゃん、ね、病気の人はそんなわがまま言っちゃダメ。はあ、分かったよ。それじゃ、はい、お腹を見せてください。え、そういうこと。お医者さんごっこ。おいおいおい、ここに来てそんな、ずいぶんしっかり見るんだ。当たり前ですよ。じゃあパンツを脱いでください。始まっちゃう。おパンツ関係ねえだろうよ。そこはいいよ。, 笑われてる。お兄ちゃん、びっくりした？冗談だよ。冗談かい。お兄ちゃん、ひと夏の過ちが起こっちゃうかと思ったよ。そうだね。あ、でもなんか本調子に戻ったな、ルルララもな。こっちこそ良かっただよ。うちから見るんだ。お兄ちゃん、こっちにいて。そんな高いところから見えるのかな。みやびさんの言った通りだ。お、屋根の上。あー、もうこれまた幸せな。あー、花火打ち上がってますね。いいですね、二人して。これはリンゴ飴とチョコバナナ。チョコバナナは性的なメタファーですか。ちげえよ。いや、でもいいなこれ。ここ花火の日は特等席なんだよ。さすが忍者屋敷、こんな屋根の上へ行けんだね。はい、リンゴ飴と、うん、チョコバナナ。やらしい。やらしくはない。2人とも準備がいいね。これ買ってきたのかな。でもお兄ちゃんは、そうだよね、お兄ちゃん病気したばっかりだから食べられないよね。ああ、そうだね。いいんだよ、せっかくの花火なんだから二人が食べてくれたら気分が出るよ。だからルルとララが食べちゃっていいよ。ありがとう、お兄ちゃん。なんかいいね、ルルララっぽくて。お兄ちゃんってやっぱり優しい。うわー、きれい。たまやルル、そんなこと知ってるんだ。うん、テレビでやってたよ。花火が上がったらこう叫ぶのがお約束なんだよ。うん、ははは、ルルララ。何？お兄ちゃん約束したのに花火大会までに治らなくて連れて行ってあげれなくてごめんね。うん、なんかふにゃふにゃしちゃったけど。お兄ちゃんと一緒だからどこでもいいの。
いい子だな、ルルダラは本当に。いつでも楽しいよ。お兄ちゃん、ルーたちね、二人でいっぱい話したの。数日前まで通知表割るってすげえバカだと思ってたのに。あのね、ナラたち、なんかやっぱいい子だな。早く大人になるの。またお兄ちゃんが病気になった時に、ルーちゃんと看病したいなって思ったの。ママみたいに看病できたらお兄ちゃんの病気もすぐ治っちゃう。だから頑張る。二人が一生懸命お勉強もする。好き嫌いもなくす。えらい。綺麗になる。じゃあじゃあすっごいスタイルのいい人になる。桃井姉妹声を目指しましょう。お兄ちゃんの奥さんにふさわしい女の人になるから。だからそれまで待っててください。あー、いいセリフ。ふつつかなルーたちですが、よろしくお願いします。なんか感動的だな、これ。ルーとララの全部、みんなみんなお兄ちゃんにあげる。すげーこと言ったな。全部お兄ちゃんにあげる。全部すげーこと言ったな。チョコバナナもくれっかな。じゃあチュー。チュすごいな。え、僕が寝てる間にさ、あの薬を飲ませてくれたんだよ。うん。あの怪しい薬。二人とも口をあーんってしてくれる。なになに。舌が緑だ。まさか口移し。いやいや、今は深く考えないでおこう。なんだ、そんなことして薬飲まさせたのか。終わっちゃった。あ、でもなんか料理の勉強してる。あ、いいな。いや、やっぱこれはもうルルララ成長期だわ。なんか今までの双子とはちょっと違う感動ってのがありましたね。なんか早く大人になりたいルルララだけど、でもきっとすぐなるんだろうな。あ、レオタードイベントやらしかったですよね、これ。さすがにサムネにはできなかった。レオタード、あー、なんだろう、なんかちょっと切ないんだよな。こう子供が成長していくのってね、ルルララはね、大人になってもルルララでいてほしいね。二人が大人になったその時はもうお兄ちゃんじゃなくて立派な旦那様にね、こっちもなれるようにちゃんと勉強しないとね。いろいろあったなこれ。あ、これ化粧のやつえらいブッサイクになってんな、これ。すごいな。いや、やっぱね、このメイン双子ルートで最後にひなぎくルートを持ってきたのは正解だったような気がするな。やっぱいろいろね、なんか突き抜けてたルールートは。一部の人には、そういう性癖の人にはたまんないようなね。性癖ってわかんないけどさ、詰め込まれてたわルルだな。料理もどんどん上達していくんじゃない。通知表の成績はね、ちょっと1学期は悪かったみたいだけど、そういう頭の良さとかじゃなくてさ、なんかこういろいろ成長経験して成長していくもんだから、ルルララありがとう、ありがとう、メディアワークス。以上でひなぎく姉妹との物語終了でございます。最終ラブポイントは、ひなぎく姉妹結構いったんじゃない。おお、あ、キレがいい、ワンワンワン。いやー、これで双恋のメインの双子は全組攻略したことになりますね。だが、しかし、まだ終わっていない。次回、いよいよ正真正銘最終回。最後はね、隠しルートとして用意されているナンバーワンインナー双子先生、じゃあよくわかんないけど、そちらもどうぞお楽しみに。以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。
いやー、ルルちゃんララちゃんって本当にいいものですね。